やばっ、うわっ、やめてくれよ。2メートルやばいぞ。嘘か本当かわからない、この世には明るみに出ることのない闇の噂が存在し続けている。あなたは信じ切ることができるだろうか。トッシー、トッシー、伝説、伝説、トッシー、伝説。本日も始まりました、関川の都市伝説でございます。はい、はい、はい、やってまいりました。怖いのかな、まあ、今日もちょっと怖めのやつを持ってきたんですよ。っ、いやー、大好き、待ってました。皆さん、八尺様って知ってますか？八尺様、名前ぐらいは聞いたことあるよ。まあ、なんとなくね。これが恐ろしい話なわけですよ。恐ろしいですか？まあ、でもちょっと怖そうだよね、名前だけでも。まあ、なんか日本っぽい陰湿なホラーと言いますか、ね。2チャンネルで話題となりました。2チャンネル、そうなんだ、はい、話題となりまして有名になったんですけれども、一種の幽霊みたいなもんですよね。あ、幽霊、はい、ターボーさんのね、実家にあたる青森の怪談話と言いますか。あ、そうなんだ、そうなんだ、そういうとこれで有名になった幽霊なんですけど、はい、なんとですね、好きになった男性を取り付いて魅了して最終的にはしてしまうという。やばっ、うわっ。じゃあ八尺様自体は女なんだ。八尺様は女。あ、女なんだ。メンヘラの極みみたいな。好きになったら取り付いてただちゃんと怖いのが、身長2メートルの女性でかい。やばっ、日本人じゃありえない。超怖い。怖っ。2メートルで真っ白で、もう普通に女性らしい。普通に見える。あ、はっきりしてんだ。麦わら帽子をかぶってるとかいう説もあったり、何か頭に置いているみたいな話もある。かぶり物。八尺様の標的というかターゲットなんですけど、はい、はい、もちろん成人男性、はい、うん、ああそうだよね。中には普通にかっこいい感じの子供も対象となっているみたいな。イケメンなら年下も狙っちゃう感じも、なんかだるい曲の面食いだな。狙うって決めたら数日のうちにってしまうと。早い、そこまでに落とすってことでしょ。この特徴なんですけど、身内の人に似てる声を出してくるらしくて、ターゲットされたら音とかにちょっと集中して生きていかないといけない。まあそんな厄介な八尺様の体験に基づく怖い話みたいの一つお話して、はい、高校2年生の春休みのことでした。祖父の家でくつろいでいると、ポポポポという不思議な音が聞こえてきました。ポポポポポ。その方がふと垣根を見ると、帽子が動いているのが見え、しばらく目で追っていると、垣根の切れ目から白いワンピースの若い女性が歩いているのが目に入りました。うん、ね、垣根って高いよね。そうそうそう、だから柵から見えてる。そうか、じゃあおかしいわ。こういう普通の柵あります。で、一般の方は これぐらいです。あ、こ首がこう、ポッポッ。あー、それで見えちゃう、怖いから。それだけで怖いから。それは君やないな。チャリンコ乗ってても無理だもんね。うん、そう、驚くことにその女性は2メートル以上ある様子で、垣根より背が高かったのです。しばらくするとその背の高い女性は姿を消しており、ポポポポという不思議な声も聞こえなくなっていました。投稿者は祖父母にさっきの女性の話をしました。すると二人の顔色が一瞬にして変わり、祖母に話を聞くと、八尺様に見入られてしまったそうだと教えてくれました。この地域には八尺様という名前の通り、八尺ほどの背丈でポポポポと不思議な声を出す女性がおり、八尺様に見入られると数日のうちにしまうというお話を聞かされましたという。そういう発射感、長さの単位で発射区が、まあ2メートル様みたいな現代語訳する全然怖くないね、はい、でも祖母が知ってたってことは言い伝えがあるってことね。そう、まあ、その青森の一定のエリアではもうずっと語り継がれてる。見えちゃったたらもう八尺様から好まれてる証拠なんだね。そう、好まれてるというか、もうターゲットは録音されてるんだ。あー、うわー、もう確定されてる。そいつに見えるようにしてんだもんね。最悪じゃんっていう話をされたっていうのを、2チャンネルに書き込んだことで話題になったんです。あ、そうなんだ。だからこれされてすぐ書き込んでくれたから知られてるだけであって、うん、この方がどうなったのかはもう知らないんです。その後の投稿がないってことは本当になくなった可能性。そうだね、ワンチャンあるね。全然、もうなかったわっていう冷やかしがないわけです、うん、ああそういうことか。我々ね、霊と身近な生活しておりますので、まあ、ちょっとわかるじゃないですか。こういうのってあながち嘘じゃないだろうな。そうだね。出るエリアなんですけれど、青森県の一部のところなんですけど、うん、時期が結構バラバラで、数年に一度出たり、数十年に一度出たり、結構不定期なわけ
気まぐれというか、すごい目撃談がね、封印によってある一定のエリアからは出れないらしいです、八尺様は。あ、そうなんだ。そうなんだ。八尺様はいろんな地蔵によって封印されてるので、そのエリアから逃げ出せればそこから先は追っては来れないと。八尺様が封印されている場所っていうのが八尺堂っていう場所らしいです。八尺堂、そういうのがあるの実際に。そうそう、実際に。いや、聞いたことないね。これももちろん青森県です。怖いな。あるんだ実際。青森ってこういうなんか奇妙な伝説多くない？そうだよ、ね、そうだよ、ね、あ、そうだよね。恐れ山とかも都市伝説めっちゃ多いから、集まりやすい地域なのかもしれない、うん、なんかね、霊的に。てかなんか上の方言い伝え多くね。うん、中国地方めっちゃ多いね。うん、そうだね。中国地方の怖い話が全く聞かない。あ、そうだよね。その時点で変なんだ普通は。うんうん、八尺様に取り憑かれた場合の対策法っていうのがあるので。あー、よかったよ、それは聞いてた。そちらをいくつか発表していきます。はい、まあ、一つはさっき言った通り、区切られて封印されているので、一説によると、うん、もうそのエリアから出てしまう。怖かったら青森から出ちゃうとか。あ、もう出りゃいいんだよ、極端にね。どうしてもまあ家が近所とかで、うん、そのエリアから逃げれない場合は四隅に盛り塩をして、お札を貼った部屋で一人で過ごしてほしいと。そうすると入ってこれないと。簡易的な結果みたいなもんだね。しんど、そこに。しんどいよ、一人っていうのはもうしんどいよね、それ。まだ一定の時間会わなければ飽きてくれるって感じなんですかね。ああ、そういうことか。そして2013年頃なんですけど、なんと茨城で八尺様の目撃談っていうのが出たんです。関東や、ついに関東に八尺様もう来てるんですよね。めっちゃ飛んだね、青森から関東。なんでかって言われると、八尺の地蔵が1個壊されたらしいんですよ。壊れて、あー、なるほど。結界ぶち破れて、もう好きなとこには八尺様が移動できるな。おいおい、結界破っちゃったんだ。バカだよ、そんなこと。バカしたろね、そんな。茨城ってのがちょっとね、メンヘラっぽいですけど。どう、それはどういうことや。東京とかに来るわけじゃないんだな。まず茨城から攻める。田舎から攻める。壊されたことによって本当にいろんなところに行き来できるようになってしまったっていうのが今言い伝えられている。へぇ、俺らもいつ来るかわかんねえ、はい、そうだよね、いるかもしれないよね。ポポポポってあるじゃん、うん、急に怖いこと言うよ。ああ、俺この前聞いたポポポだったの。マジで、マジで発射様って言ってたじゃん、俺動画で。ああ、言ってた。うどんの世界で生きてるってこと。そう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 、うん、なるほど。ちょ、怖いよ、何今の。今の反応怖いよ。なんか音すんね、うん、ポポポポポみたいな。え、ポポポポとか怖いって。発射様説あるから。いや、それやばいぞ、まあ、見えてないから。そう、見えてないからいいんだなって俺は解釈したけど。それで言ったら身内の声に真似るなんていうのもちょいちょいある、ね、そう、そういうのあると聞くとさ、信憑性結構高いとこ多いんだよ。俺らが体験してる現象に通ずるものが多い。まあそう、うなずけるね。そう、誰々の声っぽいけど口が違うとかあるもんね、結構。うん、そう、だからもしかしたら八尺様はもうここにね、来ているのかもしれないという。うわぁ、やめてくれよ。いや、ほんとだよ、やめてくれよ。2メートルだからね。ドアぐらいはあるべ。ドアよりちょっとでかいかも。ドア開いてんだけど。確かに結構ボンボン鳴ってるよ、裏さっきから。え、マジで発射さん来た。やべ、ほらほら鳴った今。え、どうした。え、聞こえないんだけど。いや、この席めっちゃ聞こえるよ、やっぱ上。上系は全部聞こえる。この席もうエグい。発射が来てんじゃねえか。はい、疲れたくね。見えてないだけいいね、まだね。2メートル、やばいぞ。怖いお話だったんですけど、はい、最後に最も恐ろしい話をして本日終わりたいと思います。なになになになんとですね、東京でも目撃が出たんです。マジ、来てるやん。東京来ちゃった。もうついにここ2、3年の間なんです。どこどこ。え、芸人の方がもう目撃したと。ユリアンレトリーバー、がもう目撃したって言ってるらしいんですよ、ね。ユリアンレトリーバーさんは2年前のインタビューでこう答えている。スーパーに行く際、公園を横切ったら滑り台の裏に滑り台より大きな女の人が立っていた。ずっとぴょんぴょん跳ねていて、何を喋っているのかわからないが何かが聞こえてきた。明らかに大きさがおかしいので絶対に気づくはずなのに、その場にいた先輩には見えていなかった。その後劇場でそのエピソードを話したら、それは八尺様かもしれないですねと専門家の先生に言われた。女性なんですよ、リュリアンさん。一応設定では女性なんですよ。戸籍上もそうだかもしれないですけど、八尺様っていうのは男にしか見えないんですよ。俺らのことからリュリアンレトリーバーさん本当は
男なのではないでしょう。話変わってくるね。最後話変わってくるね。それ怖いね。でも信じるか信じないかはあなた次第。信じたくないね。怖いけど女でしょ。はい、ボロンボロン出してテレビ出てたらということで以上、ユリアニドリーバーさん男説の違う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 。まあでもユリアさんはまあもう間違いなくね、さっきのネタとしてまあ本当にただの普通に女性だと思いますので、もしかしたらね、女性にも見える八尺様が封印が解かれたことによって出てきてしまったのではないかと。そうだよ、そう考えれるよね。男に取り付くわけじゃないですか。まあ要するに男が好きなわけですよ。逆に言ったらその人に彼女がいたら、もう彼女を引き離すようなことをするわけですよ。嫉妬とかが大きくなりすぎて、女に攻撃する場合あってもおかしくないから。なるほど。もしかしたらユリアンが仲良くしてる芸人の男が好きでみたいなことになってしまってて、ということで以上がユリアン男説。だから違う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 違